よく言われるの、星野高田がいて、なんで僕も星野も4年間走り、1回も優勝ないんですよ。あ、あれ優勝しなかったんですか？ないあ、そうだから、なんで、まあ、法政強かったからね。そう、そうなんだよ、大阪優勝したんだよ。法政が、あのね、山本浩二、うん、なあ、そうそう、富田、田淵、山本浩二とか、サンバラス。で、まあ、江本はいなかったね。でも俺いないです、山本はいないじゃん。俺はいない。俺がね、外野の芝生でね、やじてたの、センター。あの頃、外野芝生席なんだよね。まあ、よそが明治の。とかでやじってたの。いやいや、強い時代だよ。でも、あの、早稲田も、そうか、優勝してないやっぱり石井東吉郎さんで監督でね、強くなってきた。ちょうどね、早稲田とちょうどね、法政、もう法政の黄金期当たったんであってね、だから高田、星野もいいピッチングしたけど、法政には星野いいピッチングしたけど、早稲田系よりは弱いんだよな。法政の時はもうすごい。そう、法政は、なんか仲良かったね。いや、明治とは結構仲間一緒みたいな。そうそう、あのね、明治と大勢は仲間一緒。ただ慶応なんて言ったらね、もうみんな、もうちゃんもらえろみたいな。なんて言ったらね、慶応だけ神の星してね。ちょっと待ってさ、みんな坊主だよ。4年まで坊主だ。今は違えるでしょ。あの頃、慶応だけなのよ。そう。慶応だけね。そしてスタンドに来る、応援に来る女の子もなんかお嬢さんみたいな。そう、上品な。法政とか見えちゃ来ないよ、女。明らかに、あ、これ、どっか夜の、ね、お姉ちゃん。お姉ちゃん。新宿は誰ですか？そうそうそう。そんなんもあったりしてね。ほんでね、話ちょっとあちこち行くけど、まあ、あの時代の話だよ。熊の子があったでしょ。新宿の。そうそうそう。ね、これね、六大学のと東都のスターしか集まらない。熊の子。熊の子っていう店があったんですよ。いやー、少ない。で、そこに行くと、もう、あの、ステータスなわけよ。うん、ほんで、高田さんがいるわけ。俺は、ね、雑魚なのに、なぜかそこに俺、行くわけで、そんで高田さんとかいるわけよね。明治、法政とかさ、そうもう、ボイツ同士ね。私の時出たわ。タブタブさんと山本さんとみんないてね、で、明治もいるわけ、星野が。楽しそうですね。せいずつして、ね、それでお前してくれなきゃ朝、そうそうそう、朝までみんなどんちきやってね。そんな時代だったんですよ。だけどもうリーグ戦だったらもう喧嘩もね、ほとんどの試合は、まあぶつけはしなかったんですけど、ね、そう なかったね、なかった、それはなかったけど、まあね、星野さんなんてもうコーチは出てくるじゃないですか、あのサードコーチは、ね、自分は投げないだけど、天もやじりまくられたからね、サードコーチ、フルタイムでとか、もう喧嘩、でも帰ったら仲いいんだよね、俺が同じ同類だから、ね、来てるのがさ。それでそれはまあいいとして、うん、その張本さんはどんな存在だったんですか、波将の時から。張本さんは、もう東映に入ってたでしょ。近いだからね、あの人は、ね、もう東映に入ってた。僕とはもう入れ違いで、うん、ただあの人はやっぱり、あの、あんたと同じよ、上級生の時、市場停止。あ、そうですね。やっぱり当然暴力事件でしょ。当然。だからね。あ、まあ自分、あの張本さんの責任じゃないって言われて、まあ責任取らされたような形でね。そうですか。だからまあ、あんまりいい思いではないんじゃないの。波将といえば、僕らあんまり知らないけど、うん、山本八がいたとか言うじゃないですか、その前にね。山本八郎さん、坂崎さん、喧嘩屋、坂崎さん、巨人にいた坂崎さんね、外野の。なんかそういう伝統的にこう、いや、伝統じゃなくて、なんか悪い人おるじゃん。そういう人は集まりたくないって。波将はね、本当にね、憧れた。俺入りたかったの、高校の時。野球やる人は結構ね、あの頃、集めたわけじゃないけど、あの他の他県からもね、はいはいはい、結構、お前どこ、山形が来てるの、お前はどっから、山形っていうような感じでね、あの今みたいに特待生みたいなの引っ張ったりなんかしないんだけど、結構、というのはもう僕なんかも大阪の人間は波将でレギュラーだったら絶対甲子園出れる。波将が先発ってね、もうあの試合あると思わなかったね、うん、秋の大会。いや、そうです。 あそこで優勝したチームがあるでしょ、ね、そんなしらもうあの先発だから自動的に選ばれる。それぐらいだから波将で、だから僕はね、他の府立の学校受けたんですよ、いろいろ誘われてね。うん、で親もいい学校だし、俺自身も、うん、あ、じゃあそっから慶応、まあ、にも行けるあれもあるしなんて言われてね、その気になって一生懸命勉強したんだけども、結局僕は、まあ、あのそこ入れなかったんだけど、
山本さんも立教と同じだけど入学試験は落ちたんだけども、今週はもう鍋市行きたかったの。あ、だからうちの母親がねプロ入った時にね、うん、うちの息子、俺のことはね、うん、うちの息子はね鍋市行ってね野球したいためにね、うん、その高校、府立の高校をね、うん、白紙で出したんですよ。そんなことないです。もうよくもお母さんでもいい野球させたのなかったよね。いやいや、そっちの方が行きやすかったですよ。そうやってね、うん、俺新聞記者にも、え、そうじゃない、俺一生懸命必死で、ね、勉強して入る、はい、でも力がなくてね、れ入れなかったので、ね、うちのお子さらっとね、うちの息子ね、ナビショ行って野球したいためにね、フリッツをやめてわざと、それでね、第一希望落ちてね、うん、もう喜んでナビショ行ったんですって言われて、俺はおもろいな、それ俺ら最初から白紙でしたけどね、それできなかったどこ行ってもだけど、それで、ね、そのナビショ、うん、まあ聞いてると思うけど、うん、1学年何人入ったと思う、その年300人だよ、野球、本当だ、その上も下も野球部ね、1学年300人多分、俺ね、初め入学式でね、はあ、体育館でね、入学式終わってから野球部に入るものはね、うん、入部続けをするんでね、親と言ってるでしょ、入学式、うん、それでね、この前残ってくれ言ったらね、あの新入生大体350人ぐらいだったのよ。それで大部分って300人が残って、350人のうち300人が野球部、うん、それででかいよな、いや俺はじめ、えらいとこ来たなと思ってね、ラブショー行って甲子園に出たいっていうことで希望してきたけど、いやこれ人数だから大変だなと思って、あの、うん、後で中日行って、あの阪神にいた坪井っていたでしょ、あれの親父が俺と同級生で、知ってる親父、いや、お父さん知らない、中日、はいはいはい、あ、中日か、スカウトとかなんかやってなかった、あのね、あれナビショーをね中退してね、で PL に入って入り直して PL で野球してどっか社会人でやってて中日に入ったな、それの息子がすごい、あの阪神で日本で活躍した、これとかいて、もうそのあれはあれも300人のうちの、もうパッともやめていった、なるほどね、いっぱいいた、いや、そだけどナビショーそんだけ来ても、うん、でやっぱり野球部に憧れてこう来たけど、これあかんなっつってすぐ辞めるんですよ。辞めるっていっぱい。もうあの、一本で。というのはね、うん、300人いたら困るわけやね、野球部。ほんで、だからあの入部のお金もらったら、うん、早くも辞めさせて。入部のお金は一応。入部のお金払う。部長行ったらね。それで手続き終わったら、あとやだからあの、まああの、その前の年も300人、残ってる人がやっぱ100人くらいいる。なそれでそのレギュラーでない人がそのついて、大体30人ぐらいのグループに入って、毎日淀川の土手をランニングとあの体操って、今日あのね、要するにやめさすためのにやってるでしょ、あのランニングというのはむちゃくちゃなことやる、だからもうどんどんやめてる、だから夏終わった時には大体300人いたのが70人から80人、大体俺のもう夏越したやつはやめないけども、だいたい80人ぐらい、だいたい1月ね80人、だいたいそういう傾向ですよね、どこでも。まあ確かにそのあの高田さんもスーパースターだったんだけど、やっぱり誰かに教えてもらったとか、うん、やっぱこの人の影響とかいうのあるんですか、誰かに教えてもらった、技術的な面はあんまりないけど、うん、やっぱり野球学校だから、うん、周りがみんな並将も明治もそうだから、うん、もうそのどういうの、練習だけでも目いっぱい、精いっぱい、よくお前何にも努力してなかったよねって命じてね、お前練習終わった、そんなもうグラウンドでヘトヘトでね、うん、それ以上なんかできるわけねえじゃないか、いや、それはね、今考えたらね、よく今そらすぐ高校野球で監督がこうクローズアップされるじゃないですか、うん、やっぱり今言うように、あのある種の天才的な、うん、そうなんだっていうよりも、うん、はいはい、この人はまあ最初から天才だ、うん、天才だから競争でも勝つわけ、うん、だからあの1年から浪速でも試合出たしね、そうそう、明治も1年から、そういうこと、巨人でもプロ入っても1年から、だからうまくチャンス、性格は俺こうまっすぐだから、誰かさんと違って仕事しないから監督誰やろ監督燃えたり、そういうことがないからそう、まっしぐらだからね、うん、
野球選手がね、スター街道をまっしぐら走る人と、まあっち行けこっち行けつまみ食いしながらフラフラするのと、まあいろいろいるわけよ。でもこういう人は、ね、正統派の、あのスターだから。俺はね、超正統派。もう波潮って本当に頻度良くない悪いね、集まりだったけども、それでもね、自分絶対プロ野球選手になりたいという、うん、思いがね、子供の時からあって、子供の時は小学生の夢でしょ、夢から。まあ現実はね、高校時代、中学時代だったらちょっと分かったらね、みんながなる好きでもなりたいと思ったらなれるわけないというのは分かってるけれども、波潮に行って持った時から甲子園出て、俺は絶対将来プロ野球選手になるんだから、うん、だからまず体に悪いことは絶対しないっていうね。でも僕タバコの全然吸ったことない。酒はどうなんですか。酒はあの食事の時だけの、あの寝酒とかは一緒。スターは違うよね、やっぱり。だからよく言われるように、そういう波正代ね、あの、うん、今と違うから、うん、1年生から試合出たらやっぱり、うん、ネタ持ちといっぱいいるからね、そういう人に遠征行くと、あんまり帰ってきたらね、トイレ呼び出されて、スイッパーで引っ張られたりね、なんかいろいろして、でも僕はね、一度も野球やめようと思ったことない。あ、だからいくらあのサッカー好きな人でも、厳しい練習をつらいしたら、一回ぐらいもうやめたいなと思うことあるらしいけど、俺は一度もない。俺もね、やめようと思ったことない。やめようと思ったことない。やめさせられることはない。やめさせられることは何回もあるけど、自分でやめようと思ったことない。でもそこは違うところなの。阪神の自分で、いや、まあ、あの最後あれは。いや、そこはいいから。よくないよね。そうだよね。いや